ヶ島でイベントをやって、佐渡島でビッグイベントを開催するという夢です。この夢を今年は叶えたいと思っています。チャルクラゲ K です。先日の動画で僕は夢を語りました。それは佐渡島最大級のイベントを開催したいという夢です。僕は YouTube を始めた当初から佐渡島で大きなイベントを開催するという夢がずっとありました。自分が YouTube で成功して有名になって、そしてたくさんファンのいるようなすごい YouTuber になって、そして佐渡でイベントを開催すればすごくたくさんの人が佐渡に来てくれて佐渡が盛り上がるんじゃないかなと思い、2年前に YouTube を始めました。そしてこの度2024年3月10日佐渡の日に佐渡島でイベントを開催することになりました。で、イベントの名前が佐渡島フェス2024です。ことの経緯といたしましては、昨年の11月頃に僕が佐渡島最大級のイベントをやってみたいと言っていたところ、佐渡観光交流機構さんがそれなら一緒に協力して一からイベントを作ってみないかと言ってくださったことで、3月10日に佐渡島でイベントをすることになりました。そこで今回イベントを開催するにあたって皆さん気になるのが、先日の令和6年能登半島地震の被害状況だと思います。まず令和6年能登半島地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回のイベント詳細を年始すぐに発表し進めていこうと思っていた矢先に令和6年能登半島地震が起こりました。一時はイベントを決行するのは難しいんじゃないかとも思いました。被災地では今も不自由な生活をしている方がたくさんいる中で、やめるべきかとも思いましたが、幸い佐渡の被害は最小限であることと、またこのままでは春からの佐渡の観光に大打撃になると予想されます。なので少しでも佐渡を元気にして佐渡を盛り上げたいという思いで今回のイベントを決行することにいたしました。そして佐渡から日本を少しでも元気にしていきたいと思っています。そこで佐渡市長からもコメントをいただきました。はい、皆さんこんにちは。新潟県佐渡市長の渡辺です。まず令和6年1月1日に起きた能登での地震に対してですね、被災者の方にお悔やみとお見舞いを申し上げます。また1日でも早い復興を記念するとともに、佐渡市もですね、市民の皆様と一緒にですね、能登の復興を応援していきたいというふうに考えております。佐渡においてはですね、比較的大きな被害がなく、今復旧の方が今確実に進んでいるところでございます。またこの3月を迎えてお客様をおもてなしできる準備、これについてはもうしっかりできておるというふうに考えております。ぜひ大勢のお客様が佐渡においでいただくことをお願い申し上げて、また本当に楽しんでいただけることを、お約束申し上げてですね、今日のご挨拶に返させていただきます。ぜひ佐渡でお待ちしております。よろしくお願いいたします。で、ここからイベントの内容の方について話していきたいと思います。イベントの内容がですね、まだ完全に確定というわけではないんですけれども、実際にプロの方をお呼びして佐渡おけさをみんなで踊ってみたり、あと佐渡自慢大会ということで佐渡ヶ島をみんなで叫ぶコンテストをやったりだとか、あと握手会、写真会などを予定しております。また佐渡の飲食店の方々にも出店という形で協力してもらい、佐渡の食、魚介類であったりお酒であったりお米であったりも佐渡の魅力、食をもう堪能できる、だからテーマとしては佐渡の魅力を一日で味わえる、このテーマで今回のイベントは開催させていただこうかなと思っております。本当にお子さんから大人の方まで幅広い年代の方に楽しんでいただけるイベントになっていると思いますので、ぜひ全国各地からこのイベントに参加してほしいと思っております。で、このイベント一つこだわりがありましてですね、それはイベントの入場料310円、そして出店の値段、こちらすべて310の倍数円となっております。で、開催日が3月10日ということで、もうすべてが310、佐渡島になっていると、そういうわけです。で、ここで皆さん、一つ疑問に思う点があると思います。それは、お釣りどうするのか問題だと思うんですよね。全部をね、310円でやり取りしていたら、お釣りがね、めんどくさいんじゃないかと。そこで、今回のイベントではですね、310円札という、引き換え券を作りましてですね、その引き換え券を複数枚購入していただいて、その引き換え券でご飯を食べたりいろいろできるという感じになっております。そして今回このイベントを開催するにあたって、
一緒に茶道、そして今回のイベントを盛り上げてくださるスポンサー様を募集させていただきたいと考えております。スポンサーには大きく分けて2種類あり、企業スポンサーと個人の方のスポンサーになります。企業スポンサーに関しましては大口が50万円で上限が2口、小口が5万円となっております。続きまして個人スポンサーについてなのですが、こちらは一口3000円となっております。ぜひ皆様ご協力よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私、佐渡観光交流機構の事務局長の佐藤です。佐渡観光交流機構の事業本部三条です。皆様と一緒に佐渡市場を最大に盛り上がるイベントにしていきたいと思います。本日の公開から、スポンサーを募集しております。このイベントを盛り上げるために、企業の皆さん、個人の皆さんでも構いません。ご協賛ぜひともお待ちしております。よろしくお願いいたします。もちろん自分も個人スポンサーとして少額ではありますが協賛させていただこうと考えております。そして今回のイベントで発生した利益についてなのですが、利益が発生しても僕は受け取らず、一部をイベントの開催にかかった必要経費として、そして残りに関しては全額を今回の地震の復興のために佐渡市に寄付するという形を取らせていただこうと思います。そしてそれに伴いまして、3月10日の佐渡ヶ島フェスの前日である3月9日に啓発の佐渡ヶ島バスツアーも開催することになりました。僕と一緒にバスに乗って佐渡の観光を満喫して、で夜には一緒に宿で交流会なども行う予定です。詳しくはこちらも概要欄から詳細確認できます。先着40人ということで少人数にはなってしまうのですが、お申し込みお待ちしております。このイベントを大成功できるように、これからもがむしゃらに精一杯頑張っていきたいと思っております。ぜひ全国からのご支援よろしくお願いいたします。そして3月10日佐渡の日は、ぜひ佐渡ヶ島に遊びに来てください。ヶ島のみんなに会えるのを楽しみにしてます。頑張ります。ありがとうございました。